はいどうも皆さんこんにちは、松本バッチでございます。街道 G スタイルサード最終戦がやってまいりました。というわけで11戦を終えて今私の企画の様がですねプラスの 12,800 枚ちょいということで、7777枚を大きく上回った状態で最終戦ということで余裕しゃくしゃくに見えますが、私個人の様は、マイナスの880枚です。なので、助っ人の方々が13000枚以上のプラスを叩き出しているので、この企画が成功しそうになっているという由々しき事態に陥っております。そして今日マイナス880枚をなんとかプラスに、ひっくり返して私も一応手伝いましたという形を取るためにですね今日やってきたんですけれども、なんということでしょうか、500人ぐらいの方が、抽選を受けられまして私も抽選を受けたんですが、この街道 G スタイルを通してですね私唯一の特技ができまして、抽選参加人数が、例えば200人であろうと100人であろうと500人であろうと大体このぐらいの番号が引けるっていう、特技を身につけました。私100番から200番の間の番号を引くのだけは得意です。160番を引いてうわーって言ったりおーママって言ったり、だけど大体この手の番号が出てくるっていうことだけは私分かりましたので、なんとか今日も打てそうでございます。なんか前回が来た時がこう、あ、そうなんだ、これはそうなのね、はい、今、最終的に、まずじゃあ街道 G スタイルサード、もう12戦目で最後ですけれども、グランパ大久保店の方で、ずっと設定6の台が1台あったそうです。だからもちろん今日も設定6でしょう。あ、そう、分かるわけないよな、どれだろう、どれ。まあ、とりあえず前回の、お話をしますと、7月15日に私が来まして投資2900枚回収0枚ということでですね、サラバン、あ、良さげなサラバンを粘って最終的にハイパーありのでちょっと時間潰したみたいな回だったと思うんですけども、私の予想としては窓マギ、凱旋ハーデス、あとはバラエティの、ある程度のところまあ、よくできましたぐらい、結果を見ていくと凱旋は勝率は高いな、1台お、すごい、1台を除いてプラス万枚も出てる、8000枚も出てるという状況なんですけど、1台が7000枚吸い込んでいるっていう状況ですね。だから全部ではなかったのかな。でハーデスの方が、すごくてですね、なんとプラス2万2000枚出してる方がいらっしゃいます。プラス2万2000枚ってこれ今 YouTube で流していい数字なのかどうかちょっとわからないんですけど、ハーデスのね台数が減らないように一応ね、2万枚オーバーがまずいと、で7000枚5000枚と、閉店時だと凱旋ハーデスが2の1じゃねえかと、番組過去最高3枚 2.2 万枚って書いてありますけど、別に僕が出したわけじゃないんでね店の中で起こった、で花火でリノスーニョが両方ラムクリ、サザンアイズサード期間ずっと設定しサザンアイズ以外にもう1台あるんでしょうね。それでは皆さん、500人の中何人残ったか分かりませんがご健闘をお祈りしております。一緒に頑張りましょう。実戦スタートです。お願いします。おはようございます。何を、ハーデス、番長3は埋まってる。政宗も埋まってる。刑事。刑事取ってみようかな。初打ちですけど。刑事行ってみましょうか。
よし、寝台、ど寝台。さあ、それではですね、160番ぐらいで入って、抑えられたのが寝台でございます。戦国一発する花の刑事、帝王うがつ、戦争でいいのかな、戦槍かな、一番新しい台をとりあえず確保いたします。まあ、ちょっと猪木と、おう、猪木もね、打とうかなと思ってたんですけど、まあ一番先に見えたのがこっちで、後から人入ってきちゃうんで、とりあえず取れるやつを取ろうということで、ショーチェリー。まあ、ゲーム性としては、周期、末尾87、87、187、287のところで訪れる、抽選と、今レア子役来ましたけど、レア子役によるチャンスゾーン当選から ART を目指していくっていうゲーム性になりますね。で、朝市に関してはその天国に 25% 飛ぶので、天国滞在してれば、87、一番最初の周期で ART が当たる。強チェリー、弱チェリー、特に何もなし。で、これ据え置きの場合は、ゲーム数等がリセットされないので、まあ、ちょっとずれてくると思うんですよね、1周目は。何にせよね、私今日は初打ちでやんすんで、経験値不足もありますが、なんとか出玉をこさえていきたいと思います。で、子役の中で設定差あるのが、出現地に設定差あるのがスイカと。おや、これ一周期目今47で87を取っちゃったけど、これはちょっと待てよ、据え置き確定になるのか。まあそうそう簡単にね、設定変更が見抜けるわけがないと、今の台が。よいしょ。なので、朝市は87ゲームは最大で87ですね。で、そこから設定変更だと短縮される可能性が出てくるので、初回はだからまあハテナで今煽ってたんですけど、これも、まあリセットが据え置きは分からないと。で、前日のゲーム数さえ分かれば、ずれていればリセットだって分かる。で、天国、朝市 25%、 設定変更の 25% で天国で、当選していればここの周期で当たりがもらえるでしょう。まあ、これがいわゆる前兆ステージですよね。弱そう。これはガセりそうだな。とりあえず朝一発目の周期はスルー。まだスイカも出ちゃいたい。これ多分右リール下段停止で弱手確定かな。チャンス目、今ちょっと一瞬当たりだーに見えちゃった。たたりでしたね。たたりだ、当たりだって書いてあるかと思って、そんな告知あると思ったらたたり。よし、さあ今表示で187、まあゲーム数は147ゲームですけど、朝一の1回目まだ当たってないので、147で2回目の周期。
で、この周期で ART を、抽選するとともにですね、レア子役で当たるチャンスゾーンの降格、超降格への移行も同時にやってると。でモードアップ、内部モードの抽選もやってるので、まあ、周期到達後は一応こうやって引くとチャンスゾーンが当たるかもよっていう状況らしいです。で降格であれば弱手でも 10% ぐらい、強手であれば 50% チャンスゾーンが当たるので、右下のカウンターが青いの時は様子見だ。これ全降格かはたまたチャンスゾーン前兆かのどっちかだろうな。だいぶ今レア子役固め引きしてるんで、はい、握ってる発展と言っておるであろう。赤文字チャンスゾーン出てくんじゃねえか。盆栽を整えればチャンスゾーン、もう一回だ。シガンガだっていう状況ですけど大丈夫でしょう。 OK、 やったーやったじゃねえよこれチャンスゾーンですね。 OK、 さあそれではチャンスゾーンでございます。チャンスゾーン ART 来たと 45% ぐらいで、ポイントを貯めていくポイント制のチャンスゾーンだと。10ゲームプラスアルファで、まあ、ここの0秒って書いてある、これがポイントになってる。で10ポイント貯めれば確定、今これ1ポイントですね。でベル引けばナビが必ず出るんで2ポイント。もうちょい欲しいな、リプレイが引けるやつ。これ無理だろう。あ、長押し、あーここ、あ焼くものでしたえどこっつって3ポイントだと、ART 当選率が 3% しかない。それは当たらんわ。これ焼くものなんですね。すごく最近パチンコでこれ押した気がするこれは当たらんやろ。ここで発展しちゃうやつだな。だわ、ただ赤と思わせて伊達ちゃん、でしょう。いや、これ行くな多分。天井の話をしましょうか。ぼちぼち12周期なのでいい花。1187ゲームプラス前兆、なんで今ちょうど半分ってことですね。6周期が終わってチャンス目を引いてった。あ、さすがにじゃない？ん？むむ？おや？え？当たるやろ。この流れ、え？直当たりってこと？据え置き天井？ってことはないよな。でしょうね。うむ、今ちょうどね、
体勢調べながら打ったんですけど、途中でスイカ2連続引く前にちょっと煽りは出てたんですよね。なんか湯がバババって、でも通常デビューだったと思うんだけどな。これ ART ですもんね。そうだよな、うん、暗そうだよな。おや、直当たりか。頻度は低いがレア子役による ART 直撃もあり、主に極めチェリー。これはちょっと謎の挙動ですな。いきなりなんだ。とりあえず投資は14,000円、当選ケーキがちょっとつかめないですが、いきなり当たりましたね。うむ、なんだ、まあ、とりあえず行きましょうか。ちょっと不可思議な当たり方をした ART ですが、 ART に関しては、ゲーム数は固定じゃなくて、こう動いていくスタイル、もしこれが酔い腰チェンジだった場合は、生き定まっていうんですか、ストックを1個持って始まるので、敵軍兵力5万、これをゼロにすると、継続確定で、自分の兵力がゼロになって本陣吸収されると終了と。青軍構成、まあこれですよね。ああ、もう危ない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 ぞ。ベル引き入れたあっという間に終わるな。これで転落する可能性がある。危ない。ああ、出た、ブレーコーチャンス。ああ、いかない。ブレーコーチャンスで成功すると突破ゾーンの一つに行けると。一気掛けモード、惜しい。なるほどね。ああ、ブレーコー、あ、ここでも行く、なるほどね。あ、いた。これ、データに入れといた方がいいのか。おそらく、ベルが全く引けない時の救済だと思うんですけど、で、一気掛け、なんだっけ、一気掛け何？一気掛けモードか。これがスタート落ちてきてケージになったときに突破ゾーンから始まります。お、4万、若干少なめたっていう。ただまあ純増2枚なんでね、なかなか MB とかがね、どれだけ引けるかなんでしょうね。よっしゃ、あ、違う、お、なんだ、あ、来た、カレツブ、カレツブ賛成、あ、出た、名古屋だ、わっしょい、頑張れ。お、全然変なかったけど、
危ない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 ぞ。よいしょ、よいせよいせ、弱点だけど何か煽ってる、何か煽ってる、支援発動、どうなります、支援発動してますけど、ここでベルヒットってことか、なんだ、おお、来た来た、よし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 、いやああ、サラダが来た、ギリギリだ、ギリギリの中、ギリギリの中戦ってる、やる気出しました、伊達政宗がやる気出しました、見える、はい、支援、あ、なるほどね、追撃してくれるってことだ、めっちゃ今ベル引かなきゃ、めっちゃベル、そうそうそう、見える、で、かつ直江がやってくれるってことだ、そう、あ、で、直江さん支援、直江さんめっちゃ手伝ってくれる、よし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 、で、直江さん、オッケー、よい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 よ、あとベル2発、あとベル2発で大丈夫、そうだ、あ、支援終わってる、支援終わってた、結構絶妙タイミングで、絶妙なタイミングで直江さんが支援を、見える、あ、オッケー、おお、よし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 、もう大丈夫だけど、多分、あ、勝ったね、勝ったね、勝ったね、よし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 、オッケー、これで継続と、両門上迎え、いけるでしょこれ、3人いるけど、わっしょい、そうだね、そうなると、そうなるとどうなります、突破して成功、成功チャレンジ、はい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 、一番奥がこれあれだね、突破ゾーン、おいしい、おおおおいしい、空軍両乱の陣、一番安いやつが出てきたな、戦争演武のチャンスゾーン、二次元プラスアルファ、ベルレンレア子役で家紋獲得を抽選し、家紋が集まるほど戦争演武突入のチャンス、戦争演武ってのがこれが突破ゾーンだと、3個あれば 25% で当たる、まあ目標3個ですな、だから行ってみよう、二重ゲームかだな、ベルレンもしくはレア子役、まず1球、はい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 、ベル2レーン、よっしゃ、ベル3レーン、大丈夫だろ、嘘だろ、バカ野郎、そうそう3レーンできると思うなよ、いや難しいなこれ、レア子役必須だろこれ、はい、2レーン、3レーン、1個くれ、3レーンでは全然だろうか、これは難しいわ、あ、MB もありなのか、そういうことか、1レーン、はい、2レーン、こっからだろ、だからそう、3レーン、あー、なしか、あー、くそ、ゼロコーン、さすがにゼロは無理やろ、そりゃそうだ、しょうがない、次のセットへ、ああ、なるほどね、がっちり滑っちゃった。
3連目。なるほどなるほど、分かってきましたよ。はい、4万はなんとなくいけそうだけどな。やばいぞ、1、2、おーい、3、あーばい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 、かなりやばい、1、あー2できた、終わるか、危ない、ベル、しのいだ、これリップだったら終わりなんじゃないか、あーセーフ、助けてくれ誰か、終わる、あーあー終わった、本陣の吸収により、なるほど、198ゲーム、ボタンが光ってます、あーなるほど、ここで、ケージのここに設定さ出るやつがありますと、ケージの手前にも分かりませる画面で設定4以上で、ケージプラス4場所画面設定設定5以上、秀吉で設定6と、今回は棚田なので特になし、まあ一応多分あれでしょうね、グーキの振り分けとかもあるでしょうけど、その辺はまだ分かってます。おう、どうてる、こっちの強テリーの方でチャンスが当たんねえかな、あ、強テリー分だろう、チャンスどうや、広角の強ツリーでチャンスゾーン、いや当てちゃいたいなこれ、よっ、さあ参ろう、おゆいゆいゆい、一ぽい、5ポイントは必要だ、2ポイント、3ポイント、よいしょ、4、5、よし、6、7、7だと、7が 50%。8で 67%、 8ポイントある、よっ、6、5、4、3、2、1、わっしょい、無理ハマるなこれ、これまたハマるぞ、6、8、7、先に花が出て第3停止はなし、変化待つ、2度目の喧嘩マッチ、1回目はガセっております、5人5人、
後に。50人、80人撃破したけど、どうなの？あ、激アツって出てるけど、赤出た、初キセル、素晴らしい音だ。明らかにさっきの周期でこれで良かったんじゃないかっていうぐらい満点、ほぼ大丈夫だろう、さすがに。今までの何だったんだっていうぐらいの強さの前兆が。あらよっと、ようやく当たった。753ゲームなので7回目の周期ですね。総投資2万3000円で2回目の初当たりでございます。ようやく初当たりが何にせよ厳しい状態、まあ、チャンスゾーンは出てきてるんですけど当てれてないっていうのはありはするんですけどね。7、2個残ったけど、遊戯可能です、遊戯可能です。見てんだよ遊戯可能でもおい、そこかよ。これはショボレンでは終わらせられない。勇者3レーン、ウェルさん、よい、あー惜しい。おう、花田さん、よいよいよい、よし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 、ベルさん、うい、あー、ベルレンレンな、やっぱり間違いなく。よっしゃ、 MBL1、 おっと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 、おお、おおお、どういうことだ、チェリー扱いか、そうだな、これチェリーだろ、 MB 中の。いや、やってる場合か、いやいやいや、今やってる場合か、よーい、わっしょい、よーし、わっしょい、そう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 、こういう状況でベルをたくさん引いていきましょうっていうゲームね。おい、あら、せい、ういた、順調だぞ。お、来た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 、スケーモン先生じゃないですか。 OK、 はい、ジャッテリーだけど、ジャッテリーだけど、奥村ふん、いいですね、やっちゃってちょうだいよ奥村先生、助けてくれよ。もうそう、レイ、いいぞ、レア子役つけております。ジャッテリー、あ、なるほど、スケーモンが守ってくれるんだ。よし、モノだ、あとベル1個、よし、下パネ点滅しましたね、一瞬。オッケー、さあ城門へ行きましょう。あー、シアリは薬化せず、
てった。下の下まで落ちてったぞ。二の門。五、はい、四、四、四万。頼む、MB で。うわー、終わる。こんなパターンもある。ギリギリ助けてくれるパターン。なんかめっちゃ来る、めっちゃ来る。急に、急にめっちゃ来る。カツカツです。カツカツです。あー危ない。終わる。すでにカツカツなんだが。仲間いる状況でも、あ、カットイン、やぶねえっす。あーセーフ。これ疲れるな。あ、やぶねえ、頼む、ちょっと一回上がってくれ。ちょっとリプレイ多くねえか。セーフ。ああ盛り返した。これ疲れる。ああ、 MV、 よっしゃ、ナイス防御、ナイス防御。よし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 、よし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 、いける、いけるぞ。こっからの負けはストレス。誰か誰か、よっしゃ、もう終わんねえから、決まんねえから、もう。いや違う場合リプレイか。おい、いらねえ、いらねえ。あー何？あ、下ポレ消灯してる。大丈夫だろう。行ったら雨晴れって書いてあるもん。あっぱれ。オッケー。よし。なんちゅう死闘や。戦や。この ART は。あー落下なし。あー、いやいやいや、会議3の門攻める、どうする、やめる。やめとく、もうやめようか。会議ずっと会議してる、どうする。行く、行きます、ケイジ行きます。いやー多いわ、 4,5 番は多いわ。よいしょ、もう一声、4番。よし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 、よーしよし、今カモンでかかったね。そう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 、あー、なんだなんだなんだ、刑事だ刑事だ、オッケーオッケーオッケー、レディゴー。そう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 、よしよしよし、決まれ、もう次メルで決まり。いやー、イラ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 、あぶねえ、ボロだ、大丈夫だろ、決めろ決めろ、よし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 、よーし、よくやった。
誰もいねえけど、仲間誰もいねえけど、あ、普通に突破、ボタンすら押してもらえない。よーし、さあ会議中どうする、やめる、いくー、やめない。少なめで、少数で、少数、4万人、なんかいるぞ、あー終わる、終わる、吸収させる、助けて、食うぞ、あー来た、行け行け、頼む、よっしゃ行け。ボノモン軍技、攻略軍技、どうする、刑事一人でよくねむしろ旦那一気かけで旦那一気かけでいきましょう。正直 4,5 万人相手する意味わかんないけ、そうだな、わしもそう思う、基本的に一気掛けでいいと、ふざけんな、あっ、K 出た、刑事来ました、悪鬼羅刹なので、1セット10ゲーム継続、消化中は全攻略でダメージ蓄積を抽選、勝利時に、あ、じゃあ終了時に一気にダメージを与えると、だから勝利の大チャンスってことですね。10ゲーム1セットだから継続率も持ってる可能性はある。はい、初期は4万出たーと、これの上に無限アッキラセっていうのがあるらしいですけど、さあ行ってみよう、出る、おい、はい、溜める、青になる、おい、溜める、さらに青、リプレイは貯めてくれないんだね、よっ、よっ、よいしょ、切る、すべて切る、よっぽど腹立ったんでしょうね、一人で戦況を引き返すのが、お前ら全然役立たんやんけ、継続ジャッジ、よいしょ、どちらへ、むむむむむむ、1万5000撃破、継続はせずってことだな、 OK、 まずい、完全にまずい、あんなに、あんなに勢いで刑事頑張ったのに、ゴリゴリの弱気、全員、いやー厄介な相手だな、じゃねえよ、頼む、あー負けた、あ、手揃いから負けた、329ゲーム継続、残念無念、いや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 、 ART 中は非常にね白熱する ART ですけど、残念ながら投資分は戻ってきてませんね、半分ぐらいちょうど、
フォーク。はい、直江。聞いた風な口をフォーク。はい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 。たたり。たくさん。あ、グレンのとどろき。これは喧嘩祭りの上の全長ステージ期待できるぞ。あ、出ましたね、グレンのとどろきが期待できるぞ。来ましたね、最終的に連続エースで発展すると。本当の期待できるぞは本当に期待できるんじゃないでしょうか。グレンって読んでいいのかな。グレンじゃねえか、これなんて読むんだ。公園か、公園のとどろき。あのいつも青い全長ステージの一番4つまで行くとこれになると。歌舞伎御免。さあ赤から、赤くつま赤くつま赤くつま、出たー、モーローター、モーローター。白白ゼリフ、白ゼリフ、白タイトル、白ゼリフ。そして直江さん、ドシー、それ天国だ、天国力。よし、初当たりが取れるようになってきたな。天国をループしたと思われる。似た風な口を聞くな。誰か来い、誰か来い、誰も来ない、誰も来ない。スイカ程度じゃ誰も来ない。あ、いつも最初はこの画面だね。よし、3万人で行こう、3万人、3万人行こう。これ5万、5万は多いよ。お、伊達ちゃんだ。伊達さんはベルリップナビを上げてくれるとの噂がございますけど、よし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 。あかか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 、よいしょー、奮起した、奮起した、伊達さん奮起。そう、見える。あ、これがいわゆるあれか、ベルリップにしましたよってやつだ。お、見ろ見ろ見ろ、見えろ。はは、1個かい、全然足りない。あはあかん、誰か、誰か、これより1個上で戦わせてくれ、怖いから。よーしよ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 し、よし、いける、いけると思った瞬間からリプレイ、ダメだ。出る、やりたくねえこの先、もう負けそうな気がする。よし、状況好転、よし、さらに戦況好転か。よっしゃ、決めただろ、決まっただろ。おっしゃ、ボロだ、見える、ベルリップになる。あー、もう、あー、もうです。投げー、
さあ何が出てくるかな。わっしょい。一番安くてチャンスボン。うっ、さあ落ちない。このカモを集めるやつっすな。出る3連で 50% 取れるとのことでござる。いくぞ20ゲーム。よし、もう一個。よし 50% OK。 まずは1個。よし、ただ1個、これ1個取っちゃうと 50% じゃねえらしいんだよな。間違って、間違って、何から間違いで、何から間違いで、これやっそう、多分。いえー、特化ゾーンまではなかなか行けませんな。2戦目でございます。よし、おー、4枚。よしよしよし。おっしゃ、さあ奥村くん、奥村が奮起すると、さあ守ってくれる。よし、いいぞ、ナイスペース、ナイスペース。いやー決まった。あー出た、このタイミングで奥村先生奮起、本気が。ノーヒット。三戦目。ナイスフェームイワベからのイワベ。よし、 MB だ、ナイス。もう一声来たー。これで負けるパターンあんのか。いった、8500。確定ではない、確定ではない。勝ち確かと思った今。明らかにブレブレブレって言ったけど、あー油断、圧倒的油断。まさか、危ねえ。ジャック、大丈夫か。誰か来る、誰か来るか。あー MD、 よし、よっ。絶対いけねえと思った。よし、今ピヨーって言ったな。いやーよかった。この城門は突破できないですよ、さすがに誰もいねえもん、うん、よし、
よしゃきゃー K だな OK 修羅に入ります。大事だここ何よし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 3番スタート勝つアッキラセツ下手したらここで決めることも可能かもしれない。レディーゴーよー何か引いたか MB だよー緑継続ジャッジどうですか。12,000継続はせず残り18,000ね。よしここはいけるだろう。さっきはこれで負けたからな。アッキー羅刹スタートでひっくり返されたから。何事出た出ました万全の体勢です。おりゃ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 次の戦いにちょっと兵力取っといてほしいぐらいの余裕。あーもう来る来る勝つと思ったら来るおい一気にいったこれなんか縄文突破とか槍落っこってきそうな予感が。あーこっちかないスイカじゃ割れねえ。あーベルレンゴノムをほらささ傲慢よし3連4連おいおいおいこれで5連おっと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 強そうだろう出たぞ。さあ6連はいはい7連わあ惜しい。オッケースイカドンおお設定4以上すごいありがとうございます。隣の方が4以上もしかしたらここ当たりなのかもな。手前にも分かりませんが出てましたね。ケージベル3連よーしベル3連からの強歩チェリー完璧フィニッシュフィニッシュじゃないフ歌変わってる気がするけど OK さあ味方は誰もいませんが普通に突破。あ、強チェリー。うん、あ違う MB 中
ストーリーが見れるんだ。20ゲーム。さあ、よい。これが6戦目ですな。4万。あ、なるほど。1の門に戻った。5個ワンセットなんだね。まずい。この行ったり来たりはまずい。あー、やばい。あー、負けた。こんなに簡単に。あっさり6セット431ゲーム。今ようやくぴったりプラマイゼロ。あー、16時11分。これが天国飛んでるかどうかだな。いや、これは終わり得る。ここでリップ引いたら終了と。あー、終わった。最短78枚。際で無理無理。ダメだ、バカ。なんちゅう負け方や。いや、もったいねえ。やっぱすげえすげえジャグラー出てるの、気のせいか。これ多分僕の島は間違いないだろうね。またモンハが全部出てる。末尾8はそうでもなさそうです。サラバが結構頑張ってるけど何かあるとは思えない。あー、北斗だな、これ。あ、花火出てんな。花火すげえ出てるけど。スイエンジェルブレイクが結構出てる。は？ガールフレンドカッコ仮も出てます。カッコ仮。え？絆もしこたま出てるけど。え？はい、実戦終了のお時間となりました。そしてカイドウ G スタイルサード全ての戦いが12戦終了いたしましたということで、今回はですね160番ちょっとぐらいの番号で入って、取れたのが、神代の花の刑事天を穿つ、戦槍、新しい台でございますけれども、序盤はかなり苦しんだんですが、後半ですね、かなり初当たりも取れて、で何よりですね、強水化じゃないや、強じゃないや、普通の水化確率、終日で計算してみたところ5と6の間だったの で4以上確定の終了画面が隣でも出てると。で1台を除いて他全台、箱を使っている状況下 で今箱使えてない台が僕が唯一ですね午前中隣で見てた台で初当たりかなり取れてる台なので、これ前代当たりの島に腰掛けたなという確信のもと午後は分回してたんですが、
なかなか RT を伸ばすことができずですね、投資が24,200枚で回収したのが1018枚なので、残念ながらさまや182枚のマイナスということで、惜敗といったところだったんですが、まあ、あの腰据えて打ったのは今日初めてだったんですけど、非常に ART 中は自力感あって楽しくてですね、いい台だなと、まあ、通常時が結構ね転設定期だと苦しむんじゃないかなとは思うんですけど、一発当ててみてもいいんじゃないかっていう夢のあるシステムですんで、まあ、おすすめな1台ではありますね。さあ、そんなこんなでマイナスの182枚で終わってしまいましたので、私の方がおおよそですね1000枚ちょっとのトータル収支でカイドウ G スタイルサードを終えたんですが、ご存知の通り企画収支はもう1万2000枚今日かな1万2500枚ぐらいプラスが残っておりますので、見事達成とさせていただきます。まあ本当ねライトな感じでいいです。僕マイナスなんで、達成です達成ですっていうか、でまあ今日のホール状況なんですけど、まあ、自分がいた刑事、あとガールパン、モンスターハンター月下雷鳴、北斗の友、花火、ガールフレンドカッコカリー、ツインエンジェルブレイクで、あと絆の2015パネル、まあ、この辺が固まって出玉を持ってるなっていう状況でしたね。でいつもねあの強い、凱旋とか、番長あたりにも当たり台らしき台はあったんですが、前代系ではおそらくないだろうと。で前代系の候補が 1,2,3,4,5,6,7,8機種ね、まあ、だから8にちなんで8機種前代系があるよなんつってねっていう法則だったりするかもよみたいな感じでございまして、結構いつもとはあのテイストの違ったいろんなところで出玉をこさえてるっていう印象でしたね。まあ、複雑ですよね。今日がマイナスなだけじゃなくてトータル収支が私マイナスなので、やった後も別に言い難いですし、ただあの企画としてはゴールしてしまっているっていう。でカイドウ G スタイル、3回シーズンやってきましたけど、初めての、トータルの目標達成ではありますが、初めての個人収支マイナスです。なので、初めて僕は12戦やってマイナスで終えてしまったんですけど、初めて達成してしまうという事態に、なのでこう複雑な、心境ではございますが、海外からも遊びに来るようになったカイドウ G スタイルでございますので、グランパさんもその期待に応えてくれると思います。というわけで、サードシーズンこれにておしまいでございますけれども、本日にお会いしましょう。さよなら。